はい、こちらが、まあ、モーリスの今回のサウンドメッセのフェアの目玉商品となりますアコーというモデルです。まあ、何が特徴かと言いますと、トップ材にキルテッドメープルを半分使用して、もう半分にマダガスカルローズウッドを使用しています。まあ、トップの方は右側がマダガスカルローズウッドで、左側がキューテッドメープルなんですけども、バックを見ていただくと分かると思うんですけども、まあこちらを右側をマダガスカルローズウッド、左側をキューテッドメープルというふうに、まあ交互にトップとバックで分けているという形になっています。まあ、これによってバランスを取っているという形ですね。まあ、この、まあ、トップにマダガスカルローズウッドを使うというのは、まあ、あまり他のギターではないものでして、なかなかね、まあ、希少な木材となっておりますので、贅沢な音といいますか、芳醇な音を鳴らすことができるギターです。